冬休みナウです。学生組はハートありがとうございます。こんにちは、なんお久しぶりです。あ、収めました。わー、夜勤だって、大変だ。こんにちは、こんにちは。課題終わりましたか？めっちゃ順調。あと国語と数学と日誌だけ。そういえば昇格おめでとう、ありがとうございます。そうなんですよ、まだその話もしてないからしようかなと思って始めました。お掃除も終わったよ。だっていいね、書き初め配信はしません。お掃除してない。まあでもしないかな、あのちょこちょこ掃除が好きなので。フォローしました、ありがとうございます。そう、まずは次世代コンサートですよ。今日も彼ハバブ歌いますね、歌いますね。ハートありがとうございます場所全然固定されないからね、アナンの家の場合。うわ、危な、これ打つ。あ、大丈夫か。昨日の実況配信はちょっと見てました。最初の方見てた。バラありがとうございます。まず新生コンサートはあのおばあちゃんからね、びっくりですよね皆さん。いいじゃなかったんですよね、はい。え、あのめっちゃ暑くて今家の中で一番寒い部屋にいる。あえてそう、新鮮なおばあちゃんから始まって、やってそんで、あの頃頭曲やって対決ブロックかな。あなのはふゆっぴさんとダブルセンターで12秒をやらせてもらいました。もともとすごい好きだったから、今日12秒の曲自体がめっちゃ嬉しかった。ジュン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 。ジュルチュン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 。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。ちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。レインボースターありがとうございます。松岡花さんが好きです。アナは大好き。テトラポットに、だからあのテトラポットかなって思ってたんですよ、対比。そしたらさくらたんさんだった、嬉しかった。でその後に、
わあすごい花火じゃん、ありがとうございます。にラブリやってで寸劇して、あのねスキーバラードってもうめっちゃレアですよね、もう聴けるときないんじゃないかな、すっごいレア。さあさかえ48私たちに会いに来て、ハートありがとうございます。でそれでやりましてラブルやってピノキオ軍だ、ピノキオ軍は YouTube の公式の方に上がってるのでぜひ何回も見てくださいあんな大人数でピノキオやるの初めてだったので、いつも公演で多くて9人だから、そうそう、なんか熱量がすごくて楽しかったです。これが本物かって思った。でユニットブロックかな、はい、青空片思い2021バージョンを披露できました。やっと、これはみんなも期待してたんじゃないでしょうか。私もセットリストが決まる前から青空をやりたいなって思ってたし、まあやるだろうって思ってたんですけど、なんか終わった、ギフトありがとうございます。自分のオリジナル衣装を着て、はい、嬉しかったですね。あの衣装では写真が撮れなかったんですけど、はい、嬉しかったです。期待しかなかったよ。ですよね。でバーってやってて、私はすねながら雨をやったんですけど、あのコンベンとポジションも一緒で、もうすっごいめっちゃ覚えやすかったんですけど、ありがたかったんですけど、なんかあの10期でしかやっぱやったことなかったから、なんか新鮮で嬉しかった。みんなの歌割りはここで切なくで目合わせようねって言って、あ、じゃあ心臓かな、どっかで目合わせようって言って、ちゃんと会って嬉しかった。ノーバナに惹かれて、あるのもなく遠くから眺めてる、風に叫ばい、そう、スネもやって、いつもあの渚の衣装で踊るから、公演の時はその時より踊りやすかった。渚の服も本当にもうあの中1の時からサイズが変わってないから、もうちっちゃいから、ちょっとここら辺が動かしにくいんですけど、動かしやすかったっていう話でで次がパレオカンガルー、あ違うね、あ、じゃあそうだね、違うね、スーパーヒーローとかやったんだ、初披露でしたね、世界のスーパーヒーロー、世界のスーパーヒーローは初披露でした。世界ヒーロー、これがめっちゃ難しいんですよ、めっちゃ苦戦した、意外と難しくて、簡単そうに見える振りだけどめっちゃ難しい。でもすっごい振り入れに苦戦して、すごい早朝だったんですよ確か、この振り入れが、もうみんな全然頭回ってなくて、ちょっとうちらスーパーヒーローだけど、スーパーヒーローでもちょっと無理があるみたいな話を10期でして笑ってました。懐かしい、すっごい思い出。そうなんですよね、うん、あの後に山ちゃん行きましたって、もういいね、
最高じゃないですか。で、チャイラブ参加はミライトやって、あ、ミライトはあの見れる、 YouTube で見れるのでぜひで、パレオブロックかな、パレオ12巻パレオはなんかあの昨日とかあの手合わせて回るとこなんですけど、それ全部一人で寂しかったそう寂しかったですけど、前でミレイちゃんとミキちゃんが違うよ背中合わせでやってるのが見れてめっちゃ嬉しかったっていう、毎回楽しみにしてたリハでも。で、ここでドラゴンエッグの発表があり、もう私はマキコさんが来た瞬間に察してて、なんかもともとマイク置き場になんか SP じゃないか、なんか一つだけなんか全部マイクって名前が入ってるんですけど、マイク入ってないマイクがあって、これは怪しいなって思いながら思ってたんですよ。きっとマキコさんであろうって私は思ってたんですよ、その時から。もうその時だけマキコさんに GPS をつけたいぐらい私は心をもうすごい警戒していったわけですよ。はいそう察した通りでした。見事に私の勘は的中しました。そうなんですよ、警戒心マックスだったんですけど、え、全然見つけなかったですよ。え、誰が泣いてたんだろう、一番10期で。止まりませんでしたね。え、でもみんなでよかったなって思う。本当に優しい。え、アナン、あ、青木か青木か、いや、そうなんだ。まだも全然周り見えてなかったからあれなんですけど、アナンはなんだろう、リハでリカちゃんと、そうリハでもずっと泣いてて、やなのはもうなんかついに来ちゃって思ってすごい泣いてて、リハ中も10期の顔見たらもうアウトみたいなとこがあったんですよ。でリカちゃんとミキちゃんが渚をやってたじゃないですか、それをもうアナが一人で見てたらもう泣きてきちゃって、それでも泣いたし、本番の渚さん見ても泣いたし、リハのミレイちゃんのフラワーでも泣いたし、本番のミレイちゃんのフラワーでも泣いたし そうたくさん泣きました、本当にでもなんか証拠発表ないんじゃないって本番中にミレイちゃんと喋ったりしてて、確かに思ってたりしたんですけど、
まあね、昇格しても We are growing up 公演続くということなので、皆さん来てください。そう、小道具の、あのタオルハンカチ、タオルマフラー、タオルをもう本当に私物のように使っちゃってましたね。いや、そこまで本当に1年前はすっごい苦労して毎日すごかったから、あの努力がなくなってしまうのは本当に嫌で、嬉しいです、継続できて。公園を作るってことの大切さも知れたし、でももうすぐで1年経つんだなって思うとすっごい早く感じますね。早い、本当に。本当はあのセットリストの順番とかも違ったんですよ、 We are growing up 公演って。なんかすごい衣装も違ったし、あ、気づきましたか皆さん、前回の公演からオープニング衣装が変わりました。なんかすごいちょっと大人になった感がすごくて、なんか心寂しいんですけど、可愛い衣装にランクアップしました。布が多くなった。そう、正規メンバー衣装っていうのもあるし、普通にあの枚数が足りないっていうのもあるんですけど、そう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 、なんかすごい爆弾みたいなやつ、ありがとうございます。絶対爆弾じゃないけど、そうですそうです、急に足りないから8枚しかな、8着しかないみたいで、あ、花火か、まあほぼ爆弾だね。ありがとうございます。グレードアップね、青木さん困ってました。いやでもめっちゃ気分上がります、嬉しい、めっちゃ可愛いから、あの衣装すごい。なんか先輩になる感覚はそんななくて楽しみです、すごく11期生。ね、本当にそうね、良い年を、ありがとうございます。学校とかで年下のこと話すから楽しみ、話すから話せるよ。学校の先生に中学おめでとうって言われた、言われるわけなーい。ちょっとそれは言われたくないかな、学校ではそういうことは言われないし、学校ではそういう話は、ケイとしてのアナウンはいないです。年上の後輩と、本当に学校の同級生とかから来たらすっごい嬉しいな、めっちゃ嬉しいけど、絶対ないけど、めっちゃ嬉しいな。ご家族の反応は聞いてないです。聞いてない。いや、身長伸びてないんだよね、あんなの。それが大
大丈夫かな、伸びてないんですよ身長。止まってた。多分ね、話しかけれないんだと思う。そう。でもね、お昼に測ると全然違うんだよね。伸びること祈ってます。本当に伸びてほしい。電波悪いかな。でもね、まだね、意外と差はある、みゆちゃんと。まだまだね、まだ大丈夫なんですけど。ハートありがとうございます。うんうん、個人 SNS も始まりますね。そうだよ。楽しみですね。とかもなのかな。まだそういう話は全く聞いてないんですけど。106、100、本当に目悪い。あ、全然見えなかった。180か160か分からなかった。160はあります。本当に眼科行かなきゃなんだけど、本当になんかもう本当に面倒くさくて行けないんですよ。でも本当に行かなきゃ困る。なんかあのカンペを見て話すみたいなお仕事があって、でも全然見えなくて、それがめっちゃ困ったから、もうコンタクトにしなきゃ。本当にめっちゃ困る、めっちゃ不便だし、うん、C と D なの、おかしすぎるんですけど、 C と D なんですよ。そうそう、年内は無理そうなので、学校年明けて学校始まるまでに行きたいです。その CD なんですよ、おかしい。なのでちょっと年内に、年内じゃない、早いうちに行きたいと思います。はい、それではちょっと早いですが、この辺で終わりたいと思います。動いてるかな、動いてるかな。短かったですが、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年をです。良いお年をです。はい、ありがとうございました。バイバーイ、またなー。